今回は、好きな選手トップ5っていう、ね、教えてくださいっていうリクエストがあったので、今回はそれをしたいと思いますね。はい。まあ、5人ですね、トップ選手の5人を、まあ、順番に発表できたらなと、はい、思ってますね。はい。まず、じゃあ5位からいきますね。はい。第5位が、シーマ。シーマ選手ですね。やっぱりね、なんていうんですか。まあ、ドラゴンゲートの顔とも言える選手ですよね。やっぱどうしてもね、今、まあ、現世代って言って、ヤマトとか高木とか、いろんな選手がね、吉野だったり、土井だったりとか、いろんな選手が中心になっている、その世代のね、人たちが中心になっているって言って、シーマはまあ交代しているというふうに、ね、まあ、言ってますけど、シーマ自身も。まあでも全然、やっぱでもドラゴンゲートの顔といえばシーマっていうのはまあ変わってないんじゃないかなと、まだね、っていうイメージがどうしても強いですよね。なので、ぜひとも超えていただきたいとは思うんですけどね。はい。なんでし、今、やっぱドリームゲートの防衛ずっとし続けてましたし、まあ若くからね、ずっともうトップ戦線を、今もトップ戦線をなおも走り続けている男なのでね、ぜひともね、このシーマ選手と望月選手のドリームゲートが見たいと。もうこれ、かれこれもうね、望月がね、チャンピオンになってからずっと言い続けていることですけど、どうしても見たいですね、やっぱりね。叶ってくれたらいいんですけどね。はい。続いて第4位。第4位は、ハイトーンと、吉野正人ですね。やっぱ吉野は、やっぱりね、うまいですよね、プロレスがね。普通に。まあ、シーマもうまいですよ、当然ながら。でもやっぱり吉野っていいですし、ね、土井に裏切られても結局何回も仲直りするのかいとかね。やっぱね、吉野のそのね、僕、技がめっちゃ好きなんですよね。そのトルベジーノとかが一番好きなんですけど、やっぱり。まあ、それ以外にもね、ソルナシエンテとか、バックホームとかね、ライトニングスパイラルとか、いろいろありますけど、ね、吉野は、やっぱり、スピードも速いしね、好きですね。なんかめっちゃ普通のことを言うとるな。もうちょっといい感じの、あれがね、吉野は、あれですからね、ヒールターンしてほしいですよね。もう一回ぐらい。まあ、きついかな。個人的にはな。土井ちゃんを裏切っとる吉野を見てみたいっていうのもね、ありますけどね。一回ぐらい。やってもいいんじゃないかなと思いますけどね。っていう理由で、まあ、吉野かなっていうね。あとね、吉野ぐらいじゃないですか。やっぱドリームゲートも、ブレイブゲートも、トライアングルツインも。ね、この小4体タイトルを全部複数回巻いてるのはね、吉野正人ぐらいだと思いますので、やっぱりいいですよね。なんで、これからもずっとトップ戦線でいてほしいんですけどね。まあでも今年でも38ですか？吉野ね、なんで結構なもう、年いってですからね、そろそろ世代交代もするのかなと思いますけどね。はい。続いて第3位ですね。第3位は、はい、トントン、はい、ディーホークですね。やっぱディーホークいいっすね。僕が見始めた時ぐらいが、ちょうどミレニアルズだったんですよね、ディーホークが。で、その時は全然若くて、なんか、人気あったけど、なんか一部には嫌われとるというか、そのね、ミレニアル時代っていうのはね、で、嫌われてて、で、僕もね、その時あんま好きじゃなかったんですよね、正直な話。で、まあね、そのマット・ブランキーに解散させられて、まあ僕その時マット・ブランキー好きだったんで、で、ね、モンスターに入ったぐらいからですかね、ちょっとずつ、あ、やっぱいい選手だなと思う、いい選手というか、そのやっぱ、あ、ディフォークってすごいなって思い出したのはね、やっぱその吉野戸沢の下についたじゃないですか、あの時はまあ。でも全然ね、したと思わせないぐらいの操作を出してくれてましたし、ディーホークにはやっぱり、全然やっぱいいなって思いましたしね。あとね、やっぱヒールターンしてからもね、さらに成長したじゃないですか、どんどん。一気に。やっぱいいですね。ディーホーク、キルベルスとかもいいですしね。ナイトライダーとかもいいですし。本当に。いっぱい技を持ってるんですけど、今すぐ言えって言ってもパッて出てこないのがね、ちょっと残念なんですけど、本当に好きですからね。ディーホーク選手は。いや、今後もね、その新世代のね、まあ、エースじゃないですか、ディーホークって。なんでね、ぜひともね、ドリームゲート取ってほしいですね、ディーホークには。今年中に取ってくれたらね、僕の予想も当たるんで嬉しいんですけども。まあ、いいでしょう、そこら辺はね。はい、続いて第2位行きましょう。第2位は、ヤマト選手ですね。ヤマト選手は、やっぱりね、まあもう1位はもう、当然決まってるっていうか、もあるんですけど、まあ2位のヤマト、
まあね、そのマット・ブランキー自体のあれが強くてね、やっぱヤマトいいですね。やっぱマット・ブランキー見たとき、ドラゴンゲート見始めた頃にもうマット・ブランキーというユニットがあって、で、まあその時に、まあヤマトとかドイとかハルクとかいた時代の時なんですけど、まあやっぱそれの時からかっこいいね、ヤマトはね。で、ベビーフェイスになってからも人気は衰えずにね、ドリームも1年ちょっと防衛し続けてましたけどね、まあ望月に奪われるという大どんでん返しじゃないですよね。で、そうそうそう、で、何やったかな、プロレス大賞があって、で、その時にヤマトが、ね、新日本プロレスに宣戦布告するという、ね、ことがありましたんで、やっぱヤマトはね、一番頑張ってるなと思いますけどね。続いて第1位ですね。この選手、結構俺、いろんな動画で言ってるんかな。見てくれてる人がいてくれたらありがたいですけどね。この選手ですね。やっぱ土井ですね。やっぱもう土井ちゃんいいですよね。何度も言うんですけど、マット・ブランキーが最初一番好きなユニットだったんで、入った時に。なんで、やっぱりこの土井大和っていうのは、まあ、ね、1、2ですし、やっぱ土井山っていう、俺もこのタッグチームも本当に好きで、ね、肌もあり、実力もあり、ね、すごい選手、タッグじゃないですか、土井山。土井善しももちろん全然いいですよ、土井善しもいいんですけど、やっぱ土井山の方が僕はいいですね、なんでね、9回防衛かした時もすごかったですし、やっぱそれだけにね、ティーフォークと清水が奪ったじゃないですか、その土井山から。っていうのでも、まあ、ティーフォークいいなっていうふうに思い出しましたしね。で、まあ、そやな、やっぱ土井ちゃんといえば、まあ、マイクもうまいし、ね、何より僕結構マイクもいいですしな、あとやろうな、そのね、暴走する感じも結構いい、好きやなと思いましてね。で、一回ね、で、まあ、土井選手っていうのは、まあ、ね、その、タッグ、まあ、組んでも、タッグで組んでももちろんすごいし、ね、シングルでも全然すごいっていう選手ですから、土井はね。なんでね、これ、ということで、まあ、今回はこの辺で終わります。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。あと、リクエストだったりとか、まあ、自分はこの選手が好きですっていうのをね、発表してくれたら、ちょっと僕、そういうの好きなんで、見るのがね、なんで、ぜひ、ね、教えてください。はい。ということで、まあ、今回はこの辺で終わります。